ダイヤのジャングルやっていきたいと思います、ロク。開始開始。あれは、ボンっていうかリッチベーンとオーブ積めれば大体どのアップキャラも強くなる、切ない。ああ、リッチベーンとオーブ積んだけどね、大体強いよ。ノエルッツ、ナシャ、シャタクラ、デスキャップだけどリッチベーンだとインフィニティオーブ、デスキャップなんかな。いや、もう、あれでしょ、リッチベイン、オーブ、デスキャップでしょ。ナッシャーどうなんだろうな今。エリックしたや、セラフィンネット久しぶりに見た。一周目のファンも遅いな、こいつ。ノエルッツ、シャタクラ前提だけど結構強いと思うよ、ナシャ。あれは、ボン、ナシャってファーム用？まあ、ファーム用だね、ほぼ。ノエルッツ、エコーもレイマナシャー、シャタクラ、デスキャップでやってる。ノエルッツ、トプスかなり出るよ。偽りな。またモルガナミット。よく見たらモルガナミットしかおらんのか、このゲーム。まあセラフィンミットの方が弱いと思うけど。ノエルッツ、結構殴り合い強いビルドの方が個人的にはスキバースト系だとファイターやりきれないもよね。まあ一緒かな、別に全部ラックスもモルガナも別にそんな大して変わらんな。ナビはプッシュ力あるなら最低限使いはすると思うけどな。ずる。ミッドのタワー殴ればいいのに、もったいない。
わあ、やべえ、これ死ぬな、危な。助けてー、危ねえ。あ、取れねえのか。ダイアナなんか楽しいな、新鮮味あるわ、このチャンピオン新鮮味が、新鮮味ありますね。いや、やりたくなったらじゃない、強くもないし別に。ダイアナスケルイシ結構パワーあるよ。座りには惑わされない。てかモルガナがさっきからさ、ブラックシールドくれんの優しいんだけど、助かってるわ結構。いいモルガナかもしれん。うわー、マジかー、これ全部いけてたのに今の。くっそー。うわ、今5人ウルト入ってた、4人かな。うわー、惜しい。くっそ綺麗なウルト入るとこだったのに。俺がやりたくてモルガナ、ダイアナやってんのによ、ふざけるな。ノイルツ、チャージ止まったけどあったな。間違えた。へい、マーケッカーオーライウルト。受け欲しかったな。ノイルツ、ヤスをいるときにダイアナピックすると楽しくなれるよ。でもなんかさ、本家と違ってさ、まあ言うてフラッシュで逃げられるやん、これ全部。それ渋いよな。鈴木匠、火力ビルド、わら。あれは、ボン、モルガナのシールドにかかってる。ノイルツ、うまいヤスをとどうしましょう。え、なんかソロキルしてる。気持ちよくなってない？敵を倒しました。シャットダウン。
ボットレーンのタワーが攻撃されている。ノイルツ、その間時間来てるから楽しくなってるな。やっぱナッシャネート遅えな。ナッシャーか、やっぱり。待って、あとちょっとでデスキャップ入るやん。デスキャップ入れようぜ。相手の青は吹きたいんだけどな。ミスター。味方待って。デスキャップ入れたい。味方が倒されました。あれはボン、なしはなしでアーム早いのキってキャラがやはり最強か。デスキャップ入れよう。デスキャップ入れてから戦いたいんだって。知らないか。俺と瀬戸のボンボコンボ。気持ちいい。気持ちいい。爽快感ある。偽りの光に惑わされるな。ナッシャ欲しかったな、でも。へい、気持ちよさだけで生きとんのや。こっちは気持ちよさだけで生きてるからね。皆さんも、強いかわかりませんが、バーストビルドのダイアナの、ダメージの出方、一回これで経験した方がいい。みんな、ノーマルでもやってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。